とると高低差って全然伝わんないからね。だから本当に逆にあそこは行ってみたいもんね。海外やけどさ、うん、ラブナセカっていう。ラブナセカ、うん、サーキット場なんやけど、うん、オーバルコースじゃないんだよそこは。アメリカにあるんだけど、アメリカでは珍しい、いわゆるパーマネントコースといわれる F1 とかに使うようなコース、うん、レイアウトのところなんだけど、ただちょっと1コーナーバグっていうところがあって、はい、ラグナセカのコークスクリューって調べたら出てくると思うけど、これも基本でこのまままっすぐ行ったんやろ、うん、うん、ラグナセカのコークスクリューだけはおかしいね、うん、サーキットのレースでこう望遠レンズでね映してるのを見てるはずなのに、あからさまに高低差が過ぎるのよ、うんうん、あれだけは一回現地で見てみたい、うんうん、世界中にあるそのサーキットの中でも名物コーナーと呼ばれるようなところって結構あって、うん、まあ、昔だったらスーカーサーキットの130あるとかね、うんあとは、有名なところだと、あそこが、ベルギーにあるスパフランコルシャンっていうサーキットがあるんだけど、そこにあるオールージュって呼ばれてるコーナー、 F1 のコースの中で一番難しいって呼ばれてるコーナーで結構大クラッシュも起こる。平面図で言うとこうやって曲がってぐるっと回ってこうやって戻るっていうだけなんやけど、これがバッコーンって崖みたいなところ下ってうわーって登ってる途中で左折なんだ。だから何 F フォーミュラーカーとか低いやん、うん、何も見えないところでここだけって左に切らないといけないし、切るタイミング間違えるとそのまま空飛んでくる気分で気がついたらコースにコースはクラッシュしてる、うん、バーンってめっちゃスリル。で、それこそちょっとでもミスるともうスピンしてもう完全にアウトになるし、先でクラッシュしてっても見えないとか、F1 シミュレーターで走った時に一番バグってると思ったもんね。最初走ってたら分からなくてどこで曲がるんかなと思ったら、そのまま気が付いたらもう一番端にボコンって突っ込んどった。って走って1,2,3という感覚でピュッて曲がるって感じ。ちなみにその最初に撮ったラクナセカは、つづら折りみたいな感じのイメージねんけど、本当に峠のつづら折りをそのままコースに入れちゃいましたみたいな感じなんです、うん、しかも超高速で入ってって、急にスピード落としながらグイッグイッって感じやから、うん、あれ何だったっけな、ナスカーかな、ナスカーとかインディーカーシリーズとかあの辺りとかだとラグナセカだけそこの高低差がありすぎるもんで車高低く低いまま普段の通りに行くとそこするかなって言ってなんか車高を上げるような、 なんか特別処理するとかなんかあったりするみたいな。探してる余裕なかったからね、まあ、確かに上りから暗いになってたからね、うん、途中から、うん、あなたよりやばいよ、押さえてる木がもうなんか押さえる木ねえもん、うんうん、
かよ。しんどいのじゃ。あと5キロです。4キロか。何キロ走ったのじゃ。なんか結構あの直線でさっき 6.6 言うたけど、うん、まあ、実際9キロくらいあったかな。墓地公園ですな。そうなんだ。うん。池田。池田？つまりそういうことだ。いや、そういうことなんだ。あ、そういうことだよ。有名だよ。うん、これは右左で。はい、ああ、こんなとこに。そうそうそう。ここは大きいところだよ。あとファミマの前がなんか一方通行なのね。一歩通行だからちょっと遠回りしないのというか、最短で行って狭そうな道行くか、うん、最短で行ってみる。最短行く？最短最短。29号線だけど一通があるっておかしいな。まあ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 。国道ですら全然ありますね。最短最短。ここで押さえてたのが全然収まってね。養生テープ剥がして貼ってが弱いね。俺は思った、分かった。次から部屋のこれ、これ手で前で固定して、こっちはスマホで撮る。ああ、それでいいや。おせ音質そんな今さらどの子の言うチャンネルでもね。こっちに流しとくと何かめんどくさいって、すげえ細けえ交通ルールのこととかいちいちチクチクやられるのがね、うん、白山高校や。ああ、白山高校か。じゃあこれがもう名称線、一回またぐんだ、うん、こういうところだからちゃんとね、持ってないもん、どうせ来ねえんだからと思うけど、ね、言っちゃダメだ、そういうことを言ってもダメだからね。コンプライアンス意識に欠けた発言とか、そこ間違いないけど。
で、うん、ここは左で、これは左。そうなのよ、これがすごいな。すごいね。今これ29号線だから、これ。で、ここ、はい、これ。おいおいおい、ただの住宅地だもん。これかけたらもうファミマです。作る基準がわかんねえ。マジか。でも確かにこっちは建物多いね。で、あ、で、右。右。はい。はい、ここがファミマです。左は行け。家急便局の横にあるんだ。へえ。いやー、コンビニ行くのにこんな苦労するか。もう一旅行済ました気分だもんね。疲れた。ああ疲れた。取り出してこよう。やめたいよ。行きましょう。はい。よいしょ。